どうもこんにちは、今回はですねまたドライブ動画になるんですけども、ですね、前回岩国の、いいところというところでですねちょっと紹介したんですけども、そこではですね行ききれなかったところ、ちょっと山あいの方ですね、その辺をですね、今回は攻めてみたいなと思ってます。あのね、ちょっと今から行ってみようと思うところはね、羅漢高原っていうちょっとね山の上なんだけど、キャンプ場もあるんよ。でそこは多分まだ行ったことはないよね。とりあえずそちら行ってみようね。ちなみにですね、山口県の道路っていうのはですね場所によりだと思うんですが、こんな感じでですねオレンジ色のガードレールが敷かれてます。これを見てですね、あ、山口県だと分かる方もね結構いるんじゃないかなと思います。で、岩国から出て、山口県から出てっていう方はですねこのオレンジ色のガードレールなかなか懐かしいんじゃないかなと思います。あ、この辺は覚えとるやろ。うん、ここ、あの夏になったら泳ぎに来るじゃん、ここ。ああ、覚えてる。ねえ、200も数えたことあるかな。じゃあ300は？300はあるよ。じゃあ400は？あるよ。じゃあ500は？なんか買う？え、なんの？おやつとかも売りよるよ、ここ。あ、ほんまや。なんか買いたいものある？で、どういうのが食べたいのがね、ポテトチップスとかある。ああ、欲しい。ちなみにね、さっき言ったところが南東に進みます。観音茶屋なんとかっていうやつね、あの自動販売機がおよそ200メートル先、ね、左方向です。この辺じゃ有名なところよ。なんで自動販売機がね、あんなにいっぱいあるところってなくてから、うん、で、うどんの自販機とかラーメンとかおやつとかなんかいろんなね、ものがあるよ、うん、っていうところがなかなかない。食べていい？うわ、めちゃめちゃある。ここら辺車がないね。見て、いい景色じゃないこれ。うん。山が。山でか。見て、雪がある。まだ雪溶けてない場所あるんや。ね、でもこの辺に雪ないのにね。うん。怖。左方向です。お父ちゃんのタイヤね。うん。あれじゃないけ。何のタイヤ？雪用タイヤじゃないけね。ああ。行かれりゃいいんだけどな、ちゃんと。今のとこだけか。もう2で取れんやない、ここら辺太陽やで。ここやね。そもそもなんで見られてほしいのに隠れてますか。おー、これはいけるんか。うわ、雪じゃあ、滑るん、タイヤが滑る。ちょっとやめようか。ちょっと歩いてもいい、いけるかどうか、あそこ。うん、ちょっと歩いてみようや。この車はどうするん。こういうとこ。また戻ってくるの大変じゃない。いやいや、
その先がどうなったのか見るだけ。うん。うわー、やば。池触ってみたいわ。触ってみる？うん。うわ、カチコチ。ちょっと触ってみて。あ、ほんまや。カチンコチン。溶けたやつが固まったんやね。うん。これはちょっと車じゃ行かれんわ、父ちゃんの車じゃ。じゃあ歩いて行く。歩いたらすげえ時間かかるけえね。ああ。けど、ここだけやないやろ、たぶん。うわ、これめちゃめちゃ滑るわ。けど動画も撮っとるって、やるしかないんじゃない。やるしかない。でもこんなところがまだあるかもしれん、もしかしたら。ああ。あ、これもカチンコチンや。ねえ。あ、この先は雪はないんか。ということは、ここさえクリアできればいけるんか。うん。けど、滑ったらどうなるん？ずるずるずるってなる。ああ。じゃあ、なんで、雪用のタイヤがないといけんの？雪用のタイヤは滑らんやつないよ。滑らんやつないよ。おっとっとっと。ここに結構雪があるけどな。危ない危ない。こけるこける。気をつけて。戻るのが大変。戻ろうか。うん、おっと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 。また戻るんか嫌だな、もう。おっとっとっと。でもこっち、おらおらおら、滑るよね。うん。せっかくここまで来たのに。来たけど、おっと。雪が。そこ滑るよ、気をつけて。葉っぱの上歩いた方がいいかもしれん。うん。葉っぱの上だったら滑らんわ。うん。葉っぱの上にそもそも雪あんまりないって。ねえ。久しぶりに雪見たな。ねえ、危ない、帰ろう。これはせっかく来たのに帰るんか。嫌だな雪、ね、動画撮るのもあれなんだけど、うん、やっぱ怪我とかせんのが一番いいからね。うん。それとカメラが壊れるかもしれないし。だってツルツルになってから、ツルツルって。あ、まあカメラが壊れるのはまあしょうがないとしても、うん、怪我したらもうダメでしょう。うん、まあしょうがないね。うん、じゃあもう動画はやめるん？これはちょっとここの場所は無理だわ。じゃあ本当はどこ行こうとした？この次に行こうとしたとこ行ってみようか。うん。ちょっと待ってよ。せっかくここまで来たのに。行けるのかいな、こっちで。およそ600メートル先、右方向です。行ってみようか。ナビはこっちに行けっていう。え、トロ、たまに嘘つくときあるんやろ。たまに。なんで嘘つくときあるんかね。なんでかね。嘘ついたらいけんのにね。間違えるんじゃない？うん。そう、たまにちょっといたずらしたいんじゃない？どう思う？いけれんと思う。これは無理やね。うん、やっぱ無理なんか。ちょっと戻ろうね。うん、やっぱり無理か。無理やね、やっぱり。無理やね。違うとこ行こうや。和み公園。あー、どう？いいよ。で、和み公園でカップラーメン食べるとか。うん、お腹すいた。お腹すいたよね。よし、まあそこ行くまでもどっか食べれるとこあったら食べてもいいんだけどね。うん、ここも行ける。よし。雪嫌だな。雪通れるタイヤにしたらいいじゃん。ね、うん、4万円か5万円するよ。高っ。父ちゃんそんなお金持ってないよ。やば。父ちゃんって1万円持ってないやろ。父ちゃん、うん、持ってないよ。1万円ちょうだいよ。うーん。無理。無理よね。お小遣いだもんね。うん。お年玉とかの。
これさっきのとこや。あ、ほんまや。やば、さっきのとこ戻ってきた。うわ。え？ちょっとゆっくり行く系ね。また戻ってきた。降りるんだったら大丈夫だと思うわ。うん。父ちゃんの運転でなんとか頑張ります。うん。降りるのはね、ただこうやって降りていくだけじゃんけ、うん、全然大丈夫。上に行くのはちょっと無理。難しいね。うん。危ない危ない、帰りましょう。うん。無理や無理。もうあなた行かれないよ、それだと。そうだよ、行ってないよ、あなた。ちょっとあんた待ちなさいよ、そこは雪があって行けれないわよ。でももしかしたら雪のタイヤ履いとるのかもね。そしたらいけるね。うん。けど5万円とかさすがに持ってないやろ。4万円とか。そうね。うん。うん。山から降りてきたらこんな広場があったけど、こういうとこどう？ああ。とりあえずご飯食べるだけ。うん。ねえ。4キロメートル道なりです。じゃあここ車じゃ行けるんやん。ここに車を止めとく。ああ。いいよ。トイレもあるしね。うん。そっから鍋を出してくれる？やば。カップラーメン、カップラーメン、カップラーメン。父ちゃんのね、カップラーメンこれですよ。チーズカレーヌードル。こちら、チーズカレーヌードル。これは美味しいんじゃない？うん。まさかの箸を忘れたってことはね。忘れたんじゃない。ここにね。忘れたんじゃない多分。まさかのまさか箸忘れた。あ、スプーン、フォークがある。フォークにしよう。うん。危ねえ、箸忘れとったわ。開くかな？開けてみたい。あ、いや、開けて。え、なんで2個も当てる場所あるの？それね、開けたら秘密がわかる。当てたら秘密？Oh no！どっちやろうか？無理無理無理。なんで当てたら秘密があるん？そんなないやろ秘密。オーマイガー、猫がおるやん。猫がもぐもぐ食べとる。そうそうそう、もぐもぐ。このね、耳のためにね、2つあるんよ。ただ開けにくくなったよね、そのおかげで。さあ、そろそろお湯が沸いたかな。そう、カップラーメンを当てる。このお湯はですね、今回、なんと水が足りなかったので急遽ですね、お茶を追加してやってます。美味しいかな、どうかな。父ちゃんも食べれるやつや。もうたっぷり食べれる。あ、ヘビが暴れとる。さっき落としたっけ。よいしょ。最近キャンプ動画やってない。キャンプ動画はね、今ね、コロナじゃけ行かれんのんよ。うん、そう、ボンちゃんたち休みじゃないて。ああ、そうね。キャラメル。キャラメルちゃんたちもね。休みじゃないって、言えない。よし。よし、これで当てよう。いいよ。カップラーメン。いくぞ。ちゃちゃらー。おーの。開いた？開いた。よし。入れていきます。え、それで入れてる。入れにくいけどね、ちょっとね。ああ、マジか、マジか。こぼれた。動画撮ってる時にこぼれた。今日なんか最悪やな。最悪な日やね、今日は。雪があって、通れんし、こぼしたし。何もなかったことにしよう。うん。うんってそれもう見られとるよ。ほんまね。動画撮っといて。めっちゃ撮るよったわ。よし、じゃあ行きますよ。うん。ちょっとおい、こっちで入れるね。ここで行けんけ。そうやね。
なんかお茶の味って何か変な感じかね。まああまり変わらんやろ。よし、じゃあ蓋してください。うん、そう、猫のやつなんか当てにくかった。そもそも猫とかやるって意味ないよ。じゃあ食べてみますか。当てよう。いいよ、よいしょ。どうかね、お茶入りカップラーメン、どう？普通かな。そんなに変わらんかもね。いつものやつかもしれん。じゃあこのチーズソース、チーズパウダーかけてみよう。おー、チーズやねこれ。美味しいんかな。カレーにチーズ、どう？合うよね。どう？美味しい。僕ちょっとお手伝いして、そのスープをこの中に入れよう。よし、 OK。 ポーちゃんにこぼれた。よし、どうやって生きとるんかね。いや、正直食べ物とかをたくさん買いだめってわかる。え、なんそれ。いっぱい買っとくってこと。ああ、ちょっとなくなるかもしれないね。ああ、食べ物が。うん。あ、もしかして食べ物を注文しとるんかね。ああ、でもそれもあるかもよ、注文。でもここら辺の家なんか古いね。古い家が多いね。さっきなんかめちゃくちゃ葉っぱついてるやつあったもんね。いやめちゃくちゃもう家に突き分けとった。家全体についとったやつあったし。葉っぱが？そんな家もあるんだね。これまさかつかどこなんだろうここ。帰れる？まあなんとか帰れると思うよ。帰れんかったらやだな。道は全部つながっとるけどね。うん。あ、ここタバコ屋さんとかお酒屋さんとか、あ、食べ物屋さんもあった今。うん。あ、ここスーパーやん。あ、ここでやっとるんや。あ、そうね、こういうところがあるんだな。こういうところがあるんや。どこマジでここ、ここな。なんか帰れるか心配。帰れんかったらマジやな。司教戦争開港団屯所跡。わからん。帰れたらいいんやけどな。父ちゃん帰れると思うね。父ちゃんはね、帰れると思う。帰れる自信があるよ。なんで？だって道は全部繋がっとるけ。ガソリンが足りるかよ。どこなんやろね、マジでここ。ここどこなん見たことない。本郷村だって。本郷村知っとる？いや、
本郷っていう名前は知っとるけど、この本郷村っていうのは初めて来た。うん。あ、でも、パトカーが止まっとるってことは、ここ警察のところやろ？うん。駐在所。駐在所？マジでここどこなんやろ？あ、ここさっき通ったやん。なんか球場があってから。ああ。戻ってきたよ。戻ってきた、戻ってきた。うん。ちょっと疲れた。ちょっと疲れた。車乗っとったっけね。うん。まずで、今度からは、うん、あれ持ってこよう。スイッチ。うん。でも、ここで電波が繋がるかよ。あと、その、キャンプ場とか、うん、誰かに会ったりとか、この、岩国市から出るっていうのはちょっと難しいんだけど、うん、まあ、誰とも会わんかったら別に問題ないけ、うん、車の中でこうお泊まりとかするのもやってみようかな。うん、それは庭でやりたい。庭でやりたい。そうか。だってそれだったら帰るのもすぐやん。まあそうね。うん、それはそう。お、父ちゃん車抜かされます。なんで？まあ遅いけやろうね。遅いけだって55キロとか60キロ近い。うん。まあ急いでる人もおるってことよね。うん。でもあれ、なんかスピード出しすぎ間違ってる。そうね。これ何？これなんやろうね。なんか怖い。怖いね。ちょっとここで休憩する？なんか怖いってやだ。違うとこしようか。なんか怖い、じっと見てるみたいな。ずっと。これなんなんかね、人おらんよね。人おらんね、人かと思ったら。うん。全然おらん。なんか人、一人もおらんって怖い。ねえ。ちょっと怖い。そもそもあれ、動くんかね。あれ、人形が動いたら怖いやろ。うん。そしたら、くんなんか泣くんだ。まあ人形はやって軽いってぶっ飛ばすけど怖いって凄ましいね。うん。おお怖いね。ちょっとこれ怖っ。雪が積もっとったりしたのが残念だったよね。うん。あれが積もってなかったらもう帰れんとったんやけど。あローソンがある。あそこで休憩したらよかったのに。あそこのローソンとかでも休憩できる。ああ。でも人がおらんところに行きたいから。あ、分かった分かった。この辺分かったよ。うん。今名古屋公園の方行きよるの。多分。来る予定じゃなかったけど名古屋公園行きよるの。そうなの。名古屋公園でじゃあ休憩しようよ。もできたのに。じゃあもう夏になったらさ、うん、あのコロナ終わったらいいんやけどね。プールとか入れるって。ああ、そうね。じゃあで夏になったらコロナ終わってほしいよね。プール入れるって。そうね。もう2年間コロナってやるよるもんな。うん。なくなってほしい早く。ね。父ちゃんもそう思う。夏になって終わってほしい。プール入れるし。あと父ちゃんはね、遠くに行って動画撮ったりしたいけ。うん。じゃけ。キャンプとか行きたい。キャンプ行きたい。うん。そらコロナやって行って。あ、人おるね、ちょいちょい。あ、ほんまや。あ、まあこれぐらいだったらええやろ。人も今見えんし。うん。よし。はい、それではですね、名古屋公園という、ローカルスポットですよね、公園やってきましたが、ちょっとねこの辺を散策してみたいなと思います。今がここで八坂湖っていうのがあります。で、八坂湖っていうのがね、この辺にある湖なんですけど、まあ、ダムみたいなやつかな。で、八坂大橋っていうのがあって、この辺にねキャンプ場、あ、こっちか、ここがキャンプ場で、ここはね何回も行ったことがあるんですけど、まあ、この湖周辺の地図なのかな。
さあ、ちょっといろいろ歩いてみようか。うん、ここの階段から行く？ここは夏になるとですね、夏になるとというか暑い時期になるとかな。川に涼みに来る人とかですね、そういうので結構賑わうんですが、冬っていうこともあって、誰もいませんね。誰もいないことはないか。散歩してる人がちょっといるぐらいで、まあほぼ誰もいません。まあローカルスポットですよね。ここ渡ってみる？前は結構多かったのに少なくなってる。おー、おるね。食べるな。あれ。ここがバーベキューできるところよね。ここは予約なしで行けるんか。令和2年10月1日から利用の予約は受け付けておりません。下記利用上の注意を守ってご自由にご利用くださいだって。ここはキャンプはできませんって書いてある。杭を打つなどのペグかな、ペグを打ったりして芝生を傷めるような行為もご遠慮くださいだって。とこなんやけどね、ここもね。子供とか連れてきたら最高ですよ、ここは。前友達とか連れてきて行っとったんやけど。ねえ。ちなみにここがね、トイレなんで、まあトイレあるっていうのはありがたいですよね。普通に川とかで遊んだらトイレないところあるもんね。ラジコンサーキットでも見に行ってみる？うん、見てみる。よし、そうしよう。今度はですね、岩根白滝公園っていうのかな。とにかく岩根公園みたいな名前の、公園に来ました。で、ここはですね、珍しいんですけど、ラジコンサーキット。ラジコンサーキットがありまして、さっきまで一人走らせてたんですが、もうやめたんかな。あ、今あそこで休憩中なんだ。うん、充電かね。ああ、充電かもね。うん。あ、バスケのゴールもあるね。あ、ほんまや。へえ。ここも川あっていいじゃん。うん。あ、こっちもいいかもね。けどここ浅いテーマが。夏になったら多くなるかもよ。うん。すご。いいね、なんかちゃんとしたコースやな、これ。すごい。すいません、これちょっとラジコン走るの撮ってもいいですか？めちゃくちゃすごい。ねえ。速そう。お、すごい。お、こっちから来るのか。速いよ。めっちゃ速いやん。めっちゃ速いやん。やば。お、こっちから来るのか。おー、すげえ。速いよ。すげえ。めっちゃ速いやん。早すぎやん。あれ、今度黄色のラジコン持ってってもいいか。ね、おー、すげえ。はい、早すぎ。お、はいや。すごいな、これ。すごい、早い。うわー。すごいね。うん。めちゃめちゃ早いじゃん。はいや。すごかった。めっちゃ早いやん。うん。ああいう早いやつやりたいよね。うん。早いラジコンを買ってから、こうやって走らせに来るってのはどう？うん。別に早いラジコンが欲しい。早いラジコン欲しいね。あれって見よったらね。うん。父ちゃんも欲しくなったわ、ああいうの。うん。欲しくなってきた。これは何だ？で、カメラ乗っけて走らせたらいいんじゃない？うん。めっちゃいいよ。あ、そしたらさ、あの、カメラの画面で分かれて。そう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 。でもそれが落ちたらいけんし。で、これもね、ラジコンのコースだと思うよ。え、砂あるのに？そう、あのね、オフロードって言ってから、うん、砂とか土とかの上をね、走るやつなんよ。それのコースだと思うわ。じゃあ人間が走ると？
走っております。かっこよき。全部走るつもりかな。で、一応ですね、そこにお立ち台みたいなのがあって、さっきのコースもそうだったんですけど、このお立ち台みたいなところで、こう見下ろしながら運転するってことでしょうね。タミヤ RC カーグランプリもね、ああいうのありましたよね、お立ち台みたいなやつ。あそこの上登ってみようや。うん、ここの上？うん。ああ、これは面白いやろうね。これで、この上から、こう見ながら運転するんよ。多分。そうなんや。父ちゃんラジコン欲しくなってきたな。たこ焼きも欲しくなってきた。ねえ。うん。ラジコン欲しくなってきた。もしかしたらこの動画を見てから、母ちゃんが、ああ、じゃあしょうがないけどラジコン買おうかねって言うかもしれんよ。メロディーだったら買ってくれんかもしれない。そうやね、うん。こういうところあるのにね、父ちゃん最近まで知らんかったけ、うん、知られてないんよ、多分こういうところあんまり。まあ、ラジコン好きな人は知っとるんじゃろうけどね、きっと。上で見たら結構高知でかいね。これはでかいよ。それは、たこ焼きくんみたいに、乗ってもいい。そうそうそう、背が高い人は、これ乗るんじゃない？すごいよこれ。うん、すごいね。これでも練習よくしとかんとぶつかるよね。うん、ぶつかってから僕がやったらすぐ壊れるかもしれない。うん、まあでも壊れたら壊れたでね、また直したらいいからね。うん、でも壊れたら、一回でも壊れたら壊れやすいっていうことになるけん。ああそうね、うん、一回壊れたら壊れやすくなるけん。あら、向こうもなんかあるんか。僕も見てみる？ないやろ。なんもないか。あとはバスケットボール持って、ボール持ってきたってできるかもしれない。サッカーする？うん。いいよ、じゃあサッカーボール取りに行こうや。うん。今度からラジコン持ってったらいいかもしれない。ねえ、ラジコンなんぼするんか見てみよう。うん。まあ、今回はね、ということで、岩国のね、行こうとしたところに、雪が積もってて行けなかったりとか、ありましたが、まん延防止がね、延長されましたんで、まあ、しばらくこんな感じで、岩国のね、案内をしたりとか、あとは、ラジコンが手に入れば、ラジコンしたりとか、あとは、ここに来たりとかね。まあ、いろんなですね、なかなか行かないようなところとか、行ってみて、なんかその動画をですね、お届けできればいいなと思ったりしてます。なかなかね、外に出れないのは辛いですけど、まあ、頑張っていきましょうということで、今回はね、この辺で締めたいなと思います。